です。お疲れ様です。今回はあの職人さんの募集ということで、はい、あの足場の職人がもう全然足りないです。おお。副職長の辻。はい、この間あの材料投げで失敗した男まさかのちょっとまあちょっと求人出したいってことで、はい、ちなみに年は何歳ぐらい？若ければ若いほど、若い方がいい。若くても、ね、未経験でどうなの？未経験でもやる、こうやる気があれば全然助かります。ただし、まあ、足場職人は朝早いし、うん、まあ、ここに仕事だね。そうですね。なので、うん、夜はちょっと、まあ、遅い時は8時とか、まあ、うん、積み込みがあるでね、うん、であのちなみにあの県外の子とかでも敷金礼金立て替えてあげるから、おお、うん、もし他のところで飛びやってましたとか、はい、まあ、未経験はちょっと要相談だけどやる気と、うんうん、であのテレビ電話で面接もしてますんで。なるほど、うん、で俺がやるか、まあ、職長がやるか副職長がやるかぐらいで。給料はどれぐらいですか？まあ、給料は出来たがみたいな感じなんですけど、うん、まあ、まあやる気があるって、まあ、材料運んだりいろいろしてくれるとやっぱりそれなりにもらえると思います。まあ、単価はね、うちはもう年齢とかじゃなくて、出来たがってあのやった分だけもらえるとかじゃないよ。ほうほうほう。だけどあのできるやつはちゃんと給料が高いとか、あ、見て決めるみたいな感じだな。でうちは残業もつくし、お、交通費もつくし、はい、でボーナスも、まあ、今目標年5回だとな。そうですね。年2回は会社全体の賞与、うんうん、で年3回別でグループ賞与って言って足場班の売上高とか全部出るんで、年3回その目標達成できたら、はい、まあ、こんだけもらえるよっていうのがあるから結構給料面はいいな。そうですね。でも他の会社に比べたら多分全然いいと思います。いいよな、うんうん、社会保障もしっかりしてるし、うん、まあ、希望じゃないはあると思うんですけど、うんうん、いろんな面ではいいと思います。で有給もあるな。有給もあります。もちろん一人親方でも有給ある。もうみんな両方条件は同じ。なるほど。だって有給なんて職人聞いたことないでしょ。うーん、俺も若いで聞いたことないもん。そうですね。それぐらいいいっすわ。うん、でも俺ももっといい会社作りたいからやっぱやる気のある子、うん、やばそうだよな。やる気のある子が本当に、うん、であとはもう本当になんか仲良くやれるやつだな。そうですね。仲良くやれて、うん、コミュニケーションがちゃんと取れてくれれば。コミュニケーションがそうだな。そうですね、うん、本当にもう俺仕事できるからもう一人買ってとか。じゃあもうベトナム人とも日本人とも仲良くやっとるんで、もうそういうやっぱグループ意識がない人はまあちょっとあれですけど、うん、まあ、みんなで仲良く楽しくやりたいっていうんだったらもうぜひ未経験でもまだ1年目でも。で塗装班なんか県外結構来てるしないの？そうですね。YouTube 見て県外から来てるんですよ。はい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 、うん、だから足場の職人も、まあ、県外からぜひね来てもらえると、まあ、部屋代のこととか家賃のこととかはちょっと相談乗るから。じゃあそれは概要欄かどこかで、まあ、フリーダイヤルでもいいよ。会社の塗り替え道場でフリーダイヤルで電話してくれてもいいし。なるほどなるほど。LINE アット、LINE アットやってるから LINE アットにね、うん、登録してもらっていろんな情報も流れてくるし、うん、求人の情報も流れるし、LINE アットから直接やり取り、ああじゃあちょっともうできるから気になりますとか、うん、そうそう、 LINE アット登録してもらったらいいんかな。メッセージ送ってもらえれば。そう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 、 LINE アットは塗り替え道場で検索したらできます。なるほど、うん、はい、ぜひじゃあまた一緒に働ける仲間が出ることを、うん、願ってます。願ってます、ね、うん、年上35、6の人はちょっと退いとるっていうか、まあ、若い子たちにやらせてくれとるね。うん、20代ばっかなんで中心だからさ、うんうんうん、ガーズは。まあ、ぜひ本当もう楽しいメンバー、まあ、動画いっぱいいろんな足場の YouTube 出てると思いますんで、はい、見てもらったら分かると思いますんで、はい、ぜひね求人応募お待ちしております。はい、給料が気になるとかだけでも連絡くれやいいのね。そうですね、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ見てね。オッケーです。来るといいな。来るといいですか。